名犬とは、優れた犬、卓越した犬などを示す言葉である。犬の聡明さが、名犬の条件とされることもあるが、人間への忠誠心の厚い犬を、このように呼ぶこともある。地域的に、またもっと広い領域で広く、人々に知られた犬のことである。テレビドラマ、名犬らしい犬は、動物の中でも、比較的知能が高く、それゆえ、ラッシーがそうである。コリー種などには、 極めて聡明な犬が多くいる。他方であまり頭の良くない犬もおり、バカ剣などと呼ばれたりする。犬はまた貴重な品種や有名な品種の犬を名犬と呼ぶことが稀にある。その場合でも聡明さが条件に加わっていることが多い。打犬という言葉もあるが、これはバカな犬という意味ではなく、人間から見て価値がないような犬である。他に、 純血種の犬とか雑種犬などがある。架空の犬としては、名犬ラッシー、名犬ロンドン、名犬リンチンチンがアメリカカナダ系の犬として名犬として著名である。ラッシーやロンドン、リンチンチンは聡明さで評価されているとも言える。また人間への忠誠心や愛情でも名犬とされる。名犬ロンドン物語の名犬ロンドンは少し違い。 ラッシーに似た面もあるが、放浪の犬で人間にとって望ましい活動を密かに行うが、出会っては別れるということを繰り返す。忠誠心というより人間に対し愛情を持つ不思議な犬である。架空の犬としては、オラフステープルドンの作品、シリウスに出てくるシリウスや、クリフォードディ・シマックの都市に登場する犬たちがあるが、シリウスは人間並み、いや人間以上に、 知能の高い犬であり、シマックの作品に登場する犬も人間の代わりに地上の霊場存在として知恵を持つ犬である。アンパンマンにおける名犬チーズは名犬という犬種である。実在の犬としてはアルプスの救助犬や警察などで犯人捜査や麻薬探知に従事する警察犬があり、これらの犬も優れた犬は名犬と呼ばれることがある。 人間の補助をする犬も近年は多数活躍しており、それらの中には名犬にふさわしい犬もいる。また、初代の名犬ラッシーを演じたドッグアクターのパルなども聡明な犬であり、名犬と呼ばれる資格がある。実在した犬で日本の中堅八甲などは名犬というよりも中堅と呼ばれる。これは犬の聡明さというより、 主人に対する忠誠や愛情が評価されていると言える。また、スコットランドのエディンバラで有名なグレイフライヤーズ、ボビーも、どちらかといえば、中堅である。ありがとうございます。